沼里奈です。今日は3曲の音楽に合わせて二の腕メドレーを一緒に行っていきます。座った姿勢、腕立ての姿勢、それからプランクの姿勢などでこの二の腕と三角筋を一緒に強化していきます。ぜひ全身が動けるスポーツを欠かして一緒にご参加ください。Hey guys, it's Rina and welcome back to my Pilates video. Today we're gonna tone up the arms and the shoulders with three songs. There are multiple positions like sitting down, push up or plank, so have a little bit of your space where you can fully move your body and feel free to join me. Alright, without any further ado, let's get started. はい、ではまずはマットの上にあぐらをかいた姿勢で座ります。深い背筋を伸ばしたら腕を軽くストレッチから始めていきます。はい、では手を横に広げて頭タッチ、肘入れる、オープン、伸ばす、タッチ、イン、アウト、伸ばす。これを繰り返していきます。はい、では片手ずつ頭をタッチ、最初に戻ります。
を行うのがポイントです。はい、では両足伸ばしてこの状態でキープします。深い呼吸していきましょう。鼻から吸って口からゆっくりと吐きます。はい、足曲げて両足一緒に片足タッチ。しっかりと
少しね、あぐらの姿勢になって腕を少しストレッチしていきましょう。まずは前に持ってきて、肩幅の上でキュッと胸の方に引き寄せていきます。はい、またーい。はい、腕を頭の後ろに持っていて、肘をグッと引っ張っていきます。はい、ではこのままゆっくりと手を後ろに持っていって、お尻を前に持ち出せるところまで持っていきます。肩あたりがね、ぐっと下に沈めることによって伸びていくのが感じられると思います。お疲れ様でした。3曲の二の腕メドレーいかがだったでしょうか。主従だけど結構自分の体重を支えるだけでもいい二の腕のトレーニングになりますし、肩周りもねすっきりしてきますので、ぜひ時間を見つけて一緒に行ってみてください。ぜひ二の腕とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またピラダンスオンラインサロンでは各週でピラダンスレッスンを行ったり、仲間と一緒に士気を高めながらトレーニングする習慣もつけていっていますので、ぜひ興味がある方は一度遊びにいらしてください。詳細はこの動画の説明欄に貼ってあります。Alright, thank you guys so much for working out with me. How was this 10 minutes arms measure? Hope you guys felt your arms and deltoids. And if you have any questions, please feel free to let me know with the comments down below. And also don't forget to put thumbs up, subscribe my channel, and check our Pilates online salon as well from the description below. Alright, I will see you guys in the next video. またねー!